本田ゼミの皆さん、メイキングオブ TEDx 関西ユニバーシティお願いします。社会安全学部近藤ゼミの、4人です。本日は、このような機会を設けていただきありがとうございました。近藤ゼミでは、みんなの防災をテーマにして、活動しているんですが、その中でも今日は特にインクルーシブ防災について、説明していただけたんですけど、今発表した小学校の取り組み以外にもいろいろな取り組みを行ってますので、またこのような場でいつか発表できたらなと思ってます。本日はどうもありがとうございました。